結構人いますね。バキバキにいるな。はい、今回はですね、緊急事態宣言が解除されて初めての、土曜日、5月の30日の土曜日の今ね、9時前ぐらいなんですけど、そのね、歌舞伎町と渋谷の夜の様子っていうのを調査ねしていきたいと思います。はい、それではね見ていきたいと思います。はい、まずね歌舞伎町の方から見ていきたいと思います。結構人いますね。バキバキにいるな。普通ぐらいになってますね。この辺とかおそらく自粛中で人がいなかったからホームレスの住処みたいになっちゃってますね。セガの前は立ちんぼもいますね。もうすでにSubo公園の立ちんぼとかはいなかったですね。また客引きに発生された店舗では今日はあなたです。終わらせよう。私たちの行動でアルタ前は全然人がいませんね。サラリーマンのお父さん、消防団員のお父さん、歌舞伎町をね見てきました。それではね、今から渋谷の方に向かいたいと思います。現在の時刻は、夜の9時半ぐらいですね。はい、それでは行ってきたいと思います。始まります。